えーとメニューですこちらです台福島県、まあ、大雨が降りました、うんえー、そして台風13号が昨夜発生しました、うんえー、接近の恐れがあ,あるということなので、えー、この情報をどこよりも詳しくお伝えをしたいというふうに思います、えー、まずソラネットにたくさんですね、はい、今日は来ました、はい、これなんかすごいですよね福島県ソサヤなんですがこれもう完全に道路が川のようになってしまっているい様子です そしてそのほか、はい、これも福島市北部ですけれども、こちらもですねあのだいぶあ、ごめんなさい、失礼しました、側溝から水があふれてる様子がよくわかるかと思います、すごいですね、えー、そして、えー、アンダーパスも冠水してしまいました、ああ福島ゴムのところのアンダーパス、冠水していて通行止めです、東福島の、えー、ところでしょうかね。 ええー、これ立ち往生しちゃってる。だからね、こういうね、大雨の時っていうのは、車運転しない方がいいんですよ、ね。一台水没していたようですね。はい。あの水没すると、やっぱり車がですね、あのダメになるだけじゃなくて。うん、命にも関わることが十分ありますので、うん、あの、やめたほうがいいと思います。ええー、そして。はい ここねよくね冠水するんですよ、はい、福島市越浜の成形中学校の前、うん、道路冠水してます、ちょうどねこの道路っていうのは、あのなんて言いますか、低いくなってるんですよね、うん、周りよりも。だから水が集まりやすくなってる、阿武隈川が近いものですから、えー、やっぱり阿武隈川とかが増水すると、余計内水氾濫などが起きやすくなる、えー、そういう場所でございます。こ、はいえー、この場所からですね近、うん、近くにあるところ三本木橋付近水が 流れなくなってるよ。うん、これもですね、実は内水氾濫でおそらく道路が排水あの雨雨水が排水できなかったということが起きているよ。それぐらい強い雨だったんですよね、はいえー。福島市では1時間に50ミリ以上、9月としては観測史上一番の、えー、雨が降ったということになっております。あの原因はちっちゃな低気圧が通過したためなんですけれども、え、はい、その低気圧はあ今抜けたということになります。で雨雲を見てみましょうか。はい これ4時50分の雨雲だったんですが最新のですね雨を見てみると最新の雨はですねこういう感じになってます、ちょっとすいません、ちょっとバタバタしてたものですからえとこれこんな感じです。ねはい あのいわきでまだ残ってますただもういわき以外のところはですね皆さん安心してください、うん、もう雨はあ強くは降りませんけました、ね、はい、この後天気は回復しますこのいわきの南部の雨もえっ、ー、と1時間に20ミリ30ミリ降らせるような強いものではありませんので、えー、峠は超えてますけれどもただやっぱり土砂災害なんですよね、うん、気をつけなければいけないのが雨が降った後もですね降った後なんですよ、えー、と土砂災害の警戒情報ですけれども、はい、えっとこちら 福島県の土砂災害情報システムというところですね。はい、えっ、ー、と、伊達ですね、はい、ええー、伊達のところでですね、あの警戒レベル。になってます。えっ、ー、と、この辺り、武田の辺り、石田の辺り。はい、この赤が。 警戒レベル三相当。そう、三相当ですので、はい、えっと、土砂災害の危険があるよということになってます。うん、そして、伊達のほかですね、やっぱりいわきなんですよ。うん、いわきのどこかといいますと、かなり広範囲でですね、えー、警戒レベルになってます。名こそ上田。うん、そして、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、内郷駅の周辺ですね。こういうところの周辺で、近くに崖のある方で。うん 前兆現象、前兆現象は例えば、えー、崖から水が吹き出てくるとかですね、うんえー、それから意識がコロ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 落ちてくるとか、とかそういうはいそういうものがあったらですね、うん、逃げるようにしていただきたいと思います。うん、さあそしてえっ、ー、とその他なんですけれども、えー、こういう質問が来ております。はい、こちらでございます。大雨になるといつもトイレがボコボコなるんですけど、うん、どうしたら良いですか、はい、というのは来てるんですけども、こんな感じ。本当だ。音出ますかね。 こんなふうになっちゃう大雨のためにでもう一回ちょっとすいません戻りますけどもその合流式の下水道のところっていうのはやっぱり起きやすくてなぜかというと合流式の下水道っていうのは雨水と汚水を同じ間で流すために短時間強雨でたくさんの下ですね、えー、下です、えー、短時間強雨でたくさんの雨水が流れ込むと下水管の中の空気が押し出されてボコボコする。 いうことじゃあこのボコボコねちょっと溢れちゃったりすると気になるところですよねこういうねビニールとかに水を入れて水のを作って、はい、それをあの便器の中に入れておくと<ー>ボコ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 ならなくなる逆流防止につながるということですので、はいえー、皆さんあのこれ気になるという方はぜひやってみてはいかがでしょうか、はいうん、さあそして問題は台風13号なんですよね。ちょっと進路が 心配です。はい、で台風十三号ですね、昨夜発生いたしました。こちらでございます。でも皆さん、関係さん、渦巻きになってます。目もないですし。なってな雲に見えます。雲なんですよ。その雲の塊なんだけど。まあ、あの渦は渦には見えないんだけど、下の方は渦巻いてるっていう。そんな感じです。で、このですね、渦なんですけども、渦としては発達しない。 なぜかというとちょっとこちらを見ていただきたいんですが実はその台風のね渦の西側に上空の寒気があるんですよ、ここから冷たい乾いた空気がこの台風に流入してエネルギーをですねえこの台風を発達させるエネルギーをですね減衰させているというのとやっぱり風が吹きますので。 風が上空で吹くとこの台風の方っていうのは崩れちゃったまんまなのできゅ、うんはい、ーっと渦のようにはならない、うん、ただし亜熱帯の空気は、うんえー、まとってますのでこの台風がやっぱり北上してくると強い雨になります、うん、でね嫌なのが東側台風の東側に太平洋高気圧が張り出してるんですよ、はい、これが張り出してるってことはこれ東に行けないじゃないですか、はい、もう北に行くしかなないでですよ、うん、なので アメリカのですねモデルを見てみると、はい、7日木曜日、8日金曜日、9日土曜日、はい、だから8日から9日の間に福島をかなり接近してこのまとまった台風の亜熱帯の雨雲がかかってしまうということになると金曜日は広範囲で警報クラスの大雨また100ミリを超すようなですね雨場合によっては150ミリを超えるような雨が金曜日に降ると思っていただきたいと思います。